ファイルズラはフリーな FTP のソリューションの開発プロジェクトである。プロジェクトの成果物はクライアントとサーバーの両方がある。クライアントの成果物はファイルズラクライアントである。バイナリ版は Windows、Linux、Macs が用意されている。FTP、SFTP、FTPS をサポートしている。2009年3月5日現在まで。 s, s o u r c e f o r g e n e t でのダウンロード数の5位内をキープしていた。サーバーの成果ものは、ファイルズラサーバーである。ftp サーバーであり、ftp と ftp overssl, tls をサポートしている。クライアントと異なり、サポートするプラットフォームは、windows だけである。ファイルズラの ソースコードは sourceforge.net、no、にある。2003年11月には、プロジェクトオブザマンスに選ばれた。以下では、クライアントを中心に記述する。ファイルズラクライアントの主な機能は次の通り。サイトマネージャーユーザーが利用する、FTP サイトの一覧を作成する。ポート番号、使用するプロトコル、匿名か通常ログインかなどの接続データを指定する。 通常ログインする場合はユーザー名とオプションでパスワードもセーブするメッセージログウィンドウの上部に表示されるファイルズラクライアントが送信したコマンドとサーバーの応答を表示するファイル及びフォルダのビューメッセージログの下にあり FTP 用のグラフィカルなインターフェースを提供するエクスプローラー風のツリー操作でローカル及びリモートのフォルダやファイルを操作できる ローカル及びリモートの間でファイルをドラッグドロップできる。転送級ウィンドウの下部にあり、キューイングまたは実施中のファイル転送の状態をリアルタイムで表示する。バージョン2.223以降では内部でユニコードを使用している。そのため、Windows QXME で動作できなくなった。ファイルズラクライアントの MAX 用バイナリ版は、 Mac OS v 10 V10.4 タイガーやそれ以前をサポートしなくなった。最新版のファイルズラをそれらのバージョンのマックスで動作させるには自前でコンパイルする必要がある。アップロード FTP モードサーバーが MFMT コマンドをサポートする場合のみ、アップロードされたファイルの日付、タイムスタンプ属性が保持される。SFTP モードファイルズラクライアント3.08以降では、 同属性が保持される。ダウンロードダウンロードしたファイルの日付、タイムスタンプは、そのファイルが置かれるパーティションが、作成日付などをサポートする場合は保持される。例えば、FAT32、NTFS パーティションなら、サーバー上のタイムスタンプがそのまま保持できるが、古いバージョンのファイルズラクライアントでは、タイムスタンプを保持する機能がなく、サポートしている場合でもメニューで有効にしないと、 使えない。ファイルズラは、ティム・コッセと二人のクラスメイトが2001年1月、計算機科学の課題として始めたプロジェクトだった。コードを書く前に、彼らはどういうライセンスでコードをリリースすべきかを議論した。彼らは、すでに様々な FTP クライアントがあること、新たにファイルズラを優勝で発売しても売れないだろうと考え、オープンソースプロジェクトとすることを決めた。 アルファ版は2001年2月にリリースされた。当初予定していた全機能が実装されたのはベータ2.1版である。バージョン3になって Windows 以外の Linux と MacOS X などをサポートした。ありがとうございます。